渡来のヒットから吉川のダブルプレーがありまして、はい、あここは山本バットがよく止まりました。野球選手として戻ってこられたのはものすごく感慨深いですし、今日はプロとして1戦目なので噛み締めたいですというふうに笑いながら話していました。その中でこのフルスイングを見せていった渡来です。プロに入って2本のホームラン、プロ初ヒットが同点のスリーランでした。ライトスタンドに運びました。3対0。あただここは変化球空振り三振、戸郷がこれで6つ目の三振、3者連続三振になります。初球はカーブから入りました、はい、と思いますよ。まさに宇都宮コーチのコメントにもありました繊細かつ大胆にというところですね、はいはい、引っ張ってファウル。亀井コーチが危なかった打球でした。いや危ないですよ。危ないですね。多分芯で岡本君が打球を捉えたら、はい、160キロ以上あるでしょ。打球速度ですね、よく避けられましたよ。そうですね。